皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やらせております、今期2017年アニメ配信企画ランキングトップ10やっていきたいと思います。というわけで、今回第6週目の配信企画ランキングトップ10ということで、いつもは全部で4サイトのランキング紹介させていただいてるんですけども、今回新たに1つサイト追加しまして、全部で5サイトのランキングということで、内訳としましては D アニメストアさん、Amazon プライムビデオさん、アメマ TV さん、ニコニコ動画さんで、今回から新たに GM スタンダードさんというね、サイトを追加で紹介させた感じにします。で、これご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、いろんな配信サイトを横断的に集計してランキング付けしてくださってるサイトで、まあ、トップ20が、ね、毎週出てますので、これもね、今回動画いつもの最後に紹介しようかなと思ってます。ぜひね、最後まで楽しんでご覧いただきましたら大変嬉しいです。ということでね、まず D アニメストアさんの6週目のランキングトップ10を紹介していきます。それがですね、こちらというところで、いやーオーバーロード強すぎるということで、なんと6連覇ずっと1位ですというところで圧巻ですね。で、リコリスリコイルはね、3週連続かな、もう2位というところで、黒の召喚師も前回に続き3位というところで、まあ、伊勢川おじさんがね、またね、放送今夜かな、いやもう放送あるかちょっと待って、今撮ってる時点で、でも放送終わってるから5話ね。まあ多分ランキング来週入ってくるのかな、ちょっと楽しみですね、この辺もね。で、異世界薬局はね、2ランクから上がりまして4位と。で、5位、転生現代異世界ライフ、6位、妖術2期、第7位が断末4期、第8位、異世界迷宮で晴れも第9位、組長娘の世話がり、これはね、前回11位だったのに2ランク上がりましたね、9位と。で、第10位、夜更かしの歌というところで、まあ、順位そんなに変わり映えしなかったかな。まあ、組長娘の世話がりと、異世界薬局が上がった分他が下がったぐらいで、まあ特に出てる作品は変わってないかなということですけどね。いやーオーバーロードをね、リコリスリコール抜くかもとか言ってたんですけど強いですね、オーバーロードはね。っていうところでね、D アニメストアのランキングがこんな感じになっております。では次ですね、 Amazon プライムビデオのランキングということで、まず10位から6位ですね、紹介していきます。それがですね、こちらというところ、前回かな、ウィークリーランキングに、させていただきましたけれども、異世界王子さん入ってますね。まあ、5話ね、放送が始まるというところで、だんだん、またね、見返してるとかもいらっしゃるんでしょうか。僕もね、3話と今見返しました。俺だ、やっぱと思ってね、すごい5話がね、まだこれ見てない状態撮ってるんですけど、すごい楽しみだなというところです。で、第9位、スパイファミリーということで、おかしくないこれ。やってませんよ、今、今期。もう終わってますよ。2クール目10月からなんですけどって感じ。強すぎるですね、スパイファミリー、マジで。で、転生賢者異世界ライフ、夜更かしの歌、妖術人気。まあ、この辺結構安定してランク入ってるとこかなというところですけどね。6位前という感じになっております。では、次トップ5ですね。Amazon さんのトップ5が、こちらというところで、キングダム第4シリーズ、なんと、1位ということでね。すごいっすね。キングダム、まあ、実写映画の効果もあるでしょうしね。まあ、でも2クール目盛り上がってきてるのかなっていうところで、僕自身もね、実はキングダムはもう原作勢なんで、アニメ途中から見て分かる人という感じで、最新話からちょっとまた再開してるんですけれども、前回5位だったんですね。4ランク上がって一気に1位ということで、すごいね、これは。で、ワンピースもね、シーズン10が、4位と、アニワンもね、僕見始めましたんでね、これ前回言ったかな。ワンピース今映画の連動編みたいなやつで、そう、ウタちゃん出てきてるんですよね。というところ、これ必見かなというところなんですけれども。まあ、この辺がすごいですね。キングダムとかワンピースとかね、まあ、オバロ4期も4期ですからね。もう、まあ、オバロもすごいわけですけど。なんか、キングダムのヤバさが今回際立つから、なんか、ワンピースもヤバいですけどね。で、オバロ4期は5位と。オバロ4期は、前回3位だったか。だから2ランク落っちゃったですね。まあまあ他の、なんか中の順位がね、入れ替わってるって感じではありますけどね、トップ5の中の。で、リコリス・リコイルが、前回1位から3位と。で、メイド・イン・アビスが、2位というところで、メイド・イン・アビスは前回続き2位か、というところで、リコリス・リコイルが3位に下がって、キングダム5位から1位に上がったということですね。で、オーバーロードは3位から5位に下がったというところですが。いやー、なかなかね、このトップ5ぐらいがかなり熾烈な争いかなっていうところだと、まあかなり僅差なんでしょうねっていうところだと思いますけどもね、今後の変化にもね、ちょっと注目して見ていきたいなというところですね。で、ワンピースのね、これ、1度取る時もありましたからね、まあ、映画もやばいっすよね、興行収入。そういうのもあってね、まあ、ひとまず僕はその映画連動ね、ちょっとシリーズ、うたちゃんの2つ目のエピソードが多分今週配信というか放送ありますね、楽しみにましたね、というところでございます。はい。いや、キングダムおめでとうございます、というところですね。はい。で、まずですね、アベマ TV のランキングという項で、まずですね、10位から6位紹介していきます。それはですね、こちらというところで、黒の召喚師第10位、第9位、異世界薬局第8位、異世界迷宮で晴れもテレビ放送バージョン第7位、金層のベルメイ第6位、転生賢者の異世界ライフという項で、転生賢者の異世界ライフがね、ランク落ちてきたら、まあ、あとはほとんど、まあ、順位変わってないかなっていうところですかね。はい、というと10位から6位までという感じになっております。では次ね、トップ5という感じで紹介していきます。それはですね、こちらというところで、
オーバーロード4期強いっすね。 D アニメに続いて1位ということで、前回も1位。アベマはね、なんか妖術とオーバーロードがなんかすごい熾烈な争いを繰り広げてるっていう印象なんですけれども、今回に関してはオーバーロード4期が1位で、なんとリコールスリコールが2位ついに上がってきたと。で、なんか僕再生数見たんですけど、再生数見るとやっぱオーバーロード妖術には負けてんすよね。どういう仕組みなんかなと思うんですけど、まあでもすごい僅差なんですよね、この辺がね。全部30万再生ぐらい前はね、うん、っていうところでとんでもない再生数を出してるわけですけれども、まあでもこの辺の順位はちょっとね、最終的にどうなるかちょっと見ものなのかなっていう感じすごいしてますけどもね。うん、で、連れからはなんと4位に上がってきたという、前回6位だったかなっていうところで上がってきましてね、おおすごいなと思って、何があったんですかね。海外人気はほんと高くてね、もうびっくりって感じなんですけれども、あれもね、順位がして落ちてやべえな、尻すぼみかと思ったら上がってきて、これは嬉しいところではありますね。まあ、新キャラも登場してね、多分この動画撮り終わったらまた視聴時間最新を見るんですけれども、楽しみだなというところでね、まあ、なかなか国内賛否分かれてるんですけどもね、あれもちょっと人気上がってきたのかなというところですかね。はい。で、断末4期が5位。ここは前回で一緒かな。だからあと、断末と転生剣の異世界ライフがワンランクずつ落ちたんですね。連れかのが上がって、すごいな、これ。すごいっすね。断末の勢いを上回ってくるのかっていう感じがしますけどもね。うん。まあ、第1、オーバーロード4期で、リコイスリコイルの、ね、2位に上がってきたというところでね。ちょっと今後、この、やっぱこの3作品がね、多分ね、アベマ3強かなっていうのは間違いないと思います。ちょっと楽しみだなと思いますね、順位の変化もね。はい、ということでございます。で、やつで、ニコニコ動画のね、ランキングというか、まず10位から4位までね、紹介していきます。それがですね、こちらというところで、まあ、この辺もあんま変わってないかな。異世界迷宮でハーレム10位、第9位、最近あったメイド返し、第8位、シャドウハウス2期、第7位、カノカリ2期、第6位、エンディチキス、第5位、シンテニ、アンダーセブンティーンワールドカップ、第4位、ジャシンちゃんドロップキック。落ちちゃいました。いやー、毎回ね、僕、ジャシンちゃんはもう見てないんで、ちょっと申し訳ないんですけれども、3期ほんとおもろいぞっていう話はすごいよく聞いてまして、で、ずっと日本の動画3位だったんです。てか、ずっとトップ3一緒で、毎回一緒なのか言ってたんですけど、別に落ちてきちゃいましたね、4位というところで。で、新手にはね、おもろいですわ。いや、これニコニコとかすごい盛り上がってそうだけどね。なんか上がりましたね。バナナ上がったか、エンゲージキスと入れ替わったか。いや、エンゲージキス、いや、エンゲージキスより絶対でも確かに盛り上がる実況はね、うん、っていうところでありますけどもね。まあ、だいぶニコニコもね、評価固まってきたのかなって感じはしてますね。はい。では次、最後、最後じゃないわ。トップ3で紹介して、GM スタンダードさん紹介して以上という感じになります。ではトップ3のが、こちらというところね。異世界おじさん、マジ強いね。いや、異世界おじさん、これ、ニコニコ動画は合計値なので、放送がね、休みの間に、もしかしたらランキング入れ替わるんじゃないかとか、これ一番平均とかなのかな、どういう仕組みなのか、ちょっと僕、しっかり把握しないで申し訳ないんですけれども、そう、異世界おじさんがね、放送休みの間に1位が入れ替わっちゃうんじゃねえかっていうこと言ってたんですけれども、異世界おじさん1位、リコリスリコリ2位、これずっと変わってないですよね。で、オーバーロードの人気が3位上がってきたという、オバロやばいね、マジでね。オバロ本当人気っすね。僕もね、常に追いつきまして、めちゃくちゃ楽しいんで、ですけども。いや、強いな。だって、D アニメとアベマ1位で、アマゾンも5位、ニコ動3位か。で、リコリス・リコイルが、ニコ動が2位、アベマ2位、アマゾン3位。2位ばっかりなんで、リコリコ3歳と2位か。っていうところね。まあ、安定感としてはあるかもしれないですけどね。やっぱちょっとオバロの方が強い感じがするかな。あと、妖術か。妖術もでも意外とトップ5に入ってないのか。そう考えると、アベマぐらいですね。ニコニコはなんだ、配信されてないのか、そういうことはないんですかね。っていうところですけどもね。いや、オバロとリコリコやっぱ強いですね。めちゃくちゃね。で、異世界おじさんがね、また放送が始まるというところでね、ランク上がってくるのかっていうところ楽しみですね。ニコ動画ずっと上なんですけど、っていうところでね。楽しみだと思います。最後ですね。GM スタンダードさん。今回はまあ参考までという感じですけど、紹介していきます。それがですね、こちらというところで、GM スタンダードさん、ちょっと、まあ、若干遅いという、退場期間7月30日から8月5日なので、例えば D アニメのね、今回ランキングの集計期間だと、8月の8日から14なんで、まず1週間、?1 週間ぐらいずれて、1週間以上ずれてるか、っていうところで、ちょっとそこがね、ネックだなと思ったんですけども、そう、ここのサイトはね、集計から1週間ぐらいに、一週間ずれてるか一週間ずれてないか一週間以上ずれて、一週間以上ずれてるかすいません、ちょっと混乱しちゃった。というところですけれども、そう、対象期間8月5日で、これ発表確か8月12日ぐらいなんですよね。うん。
っていうとこ、まあ、ではあるんですけれども、まあ、ちょっと参考にはなるのかなっていう感じで。うん、そう。全サイトのね、視聴者数ポイントを横断して集計って、どんぐらい回答数とかあるんだろうなと思ったら、7000回答とかあるみたいですね。各回約7000人の回答者がいて、日本在住の15から69歳の男女をインターネットアンケートで調査。で、なんか、青年代別に重み付けとかしてるみたいですね。うん。人口統計を参考に。ほーっていう感じで。俺、GM スタンドのなんかマーケティング会社みたいな感じなのかなって、まあ、いろいろランキングとか紹介させてくださってるんですけれども。まあ、俺、割と参考になる感じだと思いますけどね。割と、これ信憑性も高いと思います。7000回答だったらね。うん。っていう。ところで、キングダムがね、1位なんですよ。すごいね。本当にこれすごいっすね。いや、キングダムがここに来て、アニメも4期ですかね。これ全部含まれてるのかな、実写映画とかも、第1弾も含まれてるかもしれないですけど。いや、それでもすごいっすね、キングダムね。で、第2位、ムーンホール。これアマプラか。第3位、ワンピ。第4位、スパイファミリー。まあこれ全部ね、ちょっと混合してるんで、ちょっとそれも若干あれなんですけれども、まあ世間的に人気なのは何かってね、これ一目瞭然で、まあこう見るとやっぱりリコリスリコールね、順位上がってきてますけど、まだ15位というこうね、俺最終的にでもトップ10ぐらい入ってくんじゃないかなって感じしてますね、この勢いだとね。まあやっぱオーバーロードとかメイドインアビス、青足とかね、この、まあ青足もそうね、この辺強い。で、スパイファミリーがね、4位にまだいるっていう、もう意味わからんでしょ、このやつ。スパイファミリーがマジですごいわ、本当に。うん。めっちゃ1位取ってますね、前期とかもね。うん。まあ、本気作品で言ったら、世間的に見たらやっぱキングダム、青足がこんだけ人気って見ると嬉しいですね。てか、31位これ前回。めっちゃ上がってんじゃん。何が起きたのこれ。アビスとかやっぱ人気っすよね。うん。まあ、異世界王子さんも13位か。また放送始まったらまた上がってきそうな気もしますけど、どうなんだろうな。トップ10ぐらいに入りそうな。まあ、前回9位か。っていうところですけどね。ドラゴンボール。夜更かしの歌も入ってますね。うん。いうところで、まあ、リコリスリコール多分どんどん順位上げていく感じかなと思いますけれども、まあ、あとの、あと、幼児層は入ってないんだな。なるほど、なるほど。っていうところ。まあ、若干ちょっとね、集計期間もちょっと遅いんで申し訳ないですけど、ちょっとこれも、なんか参考になるというか、僕もまあ見て、まあ見る分にはちょっと面白いかなっていうところでね。ちょっと毎回ちょっと最後に、今後ともちょっと紹介させて、まあ、これちょっと割とサクッと感じになると思いますけれども、紹介させていただこうかなというところでございます。ということで、今回の、今期2020年夏アニメ第6週目の、配信企画ランキングトップ10。まあ、これ最後は20ですけども、紹介は以上となります。このご視聴いただき、あれでもそのね、今回のランキングに対する感想とか、なんかまた意見とかね、あれもぜひね、コメントの方で教えていきます。大変嬉しいですし、また、僕自身も今後ともこの配信人気ランキング毎週やっていきます。あと、海外人気ランキングとか、個人的ランキング情報、感想、いろいろね、上げてます。ぜひこの機にチャンネル登録やって高評価の方をしていきます。大変嬉しいです。ということで、今回の動画は締めたいと思います。今回のやってみてもご視聴いただき、ありがとうございました。